それでは次に、18番海重常幸議員。海重議員、では皆さん、本日もよろしくお願いいたします。3点、一問一答方式で通告させていただきました。まず1点目はですね、松坂図書館大規模改修に伴う閉館中の代替サービスがすべて、消えた問題についてでございます。今年春ですね、皆さんご記憶あろうかと思いますけれども、大規模改修が始まった松坂図書館、4月から1年間閉館するということで、市民の皆さんからはですね、張り紙に驚いた、1年長すぎる、その間一部でも見せてくれないのかと、そのような声が多分市の皆さんにも、私たちのところへも、また新聞社へも多数届いたと思われます。当時の市の説明はですね、嬉野図書館があるんだからそちらを利用してほしいと、そういうふうに言っておられましたけれども、車に乗られない方や中学高校生、高齢者にはいけない、松坂公民館の移転の問題と、同じような性格を持つ対応だったと思っております。しかしですね、私以前図書館改革の特別委員会に入っておりましてね、当時私が入ってたのは平成27年の3月から27年の10月まで入っていたんですけれども、工事閉館中のサービスについて結構時間を割いて議論していたという記憶がございました。工事閉館中の代替サービスって言葉があったはずだと、それでいろいろ調べて、当時の持ってた資料をもう一回調べてみましたところですね、去年平成28年4月15日に、配布されたの特別委員会に配布された資料、これは教育委員会から、この問題がいよいよ手を離れてね、永禅の方に、設計業務委託発注に関する作業を依頼するということで、最終的に教育委員会が作成した文書がここにございます。これでは、これは事項書ということで中身はなかなか見えませんけれども、この中についている資料がございます。この一番最後のところにですね、こう書いてあります。松坂図書館の臨時営業場所として仮設事務所を駐車場内に設置する、必要な設備についても備える。つまり工事閉館中もですね、松坂図書館は臨時に、貸し出し返却業務を行うと、そして必要な設備も備えると、これが最終的に教育委員会が、平成28年4月15日の第11回図書館改革調査特別委員会に見解として報告をした資料でございます。当然私たちは閉館中図書館というのは何らかの、貸し出し業務を行うものだと、そういう記憶を持っておりました。ところが実際工事が始まるという予告の張り紙が出た今年の3月ぐらいになるとですね、代替サービスは一切ないんじゃない、とにかく嬉野行ってくれと、そういう話しかございませんでした。いわば先ほどの文書というのは議会を代表して設置された特別委員会に、いわば教育委員会としての考え方を示したものなんです。それがなぜ永禅課の手に渡っていくや否や、業務が渡っていくや否や消えていったのでしょうか。私たちはですね、図書館改革という問題、前市長の辞任問題にも発展した問題でしたけれども、その経験を踏まえて前市長在任中の平成27年2月より特別委員会を設置し、2年間にわたって、
大規模改修の進め方、随時教育委員会から報告を受け、議会の意見も伝えることで情報共有を図るとともに信頼関係も構築してきたはずでした。ところが先ほど言ったように、予定されていた、議会に報告されていた代替サービスがすべてなくなっていた。これについてですね、先ほどは28年4月15日の資料を言いましたけれどもね、そのおよそ1年前、これはまだ竹上市長が就任前の平成27年5月21日ですけれども、当時の文書にもすでに閉館期間中の図書館代替サービスついてという項が登場しているんですよ。すなわち1年以上にわたってですね、代替サービスはありきで私たちは認識を共有してきたつもりです。代替サービスにはですね、教育委員会が実施するものと、また指定管理者が実施するものとがありますが、初めにですね、まず1問目の質問でね、教育委員会が実施することとしていた仮設図書館ですね、これなぜ実現しなくなったのか。平成27年10月に選定が決まった指定管理者との間でも協議が進んでいたと聞いておりますけれども、その後なぜ立ち消えていったのか、その点についてまずお聞かせいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。松野政教育委員会事務局長。ご質問ありがとうございます。会場議員から、仮設図書館、こちらでは仮設事務所と呼んでおりますけれども、これが消えた、今まで、特別委員会の方で、議論されていたのはなぜ消えたのかということでございます。まずその前にですね、基本的な考え方だけまず、ご示しをさせていただきたいというふうに考えております。まず松阪図書館の大規模改修に伴うその休館中の基本的な考えにつきましては、松阪市では松阪図書館、それから嬉野図書館がございますので、その休館中の代替サービスの対応につきましては、嬉野図書館を充実して対応していきたいというふうに考えているところでございます。また児童生徒等に対しましては、学習室の確保といたしまして、夏休み期間中の平日は松江小学校の2階の会議室を確保いたします。そしてまた市民からのご要望等もございましたので、土日祝日の対応といたしまして、松阪公民館の1階、これはもともとは IC タグの作業で使うということで、スペースは取れなかったんですけれども、なんとか工夫をしてですね、その件につきましても同じく学習スペースを取れるような工夫をいたしまして、新たに確保したところでございます。基本的な考え方としてはそういうところで、特に子どもたちにはですね、そういう学習スペースが特に必要だろうということの中で、そういう対応させていただいているということもございます。そこで議員ご指摘の仮設、図書館のですね、件でございますけれども、この代替サービスにつきましてはですね、議員ご指摘のようにですね、についてはその、特別委員会の方でですね、議論を進め検討しておったということは事実でございます。でまたですね、このことにつきましても先ほど議員がお示しいただきましたのに、第8回でしたか、すみません、4月の15日の資料ということで、その資料にも記述したのも事実でございます。しかしながらですね、この委員会の中ではそういう形も議論もさせていただきました。特に中身としては、基本的な中身の設計的な部分でも中心的に話もされてきたところでございます。その中でですね、この部分につきましてはですね、予算要求にあたりましてですね、その仮設事務所につきましては、こちらの見積もりとしてましては、約1200万ほどかかります。そういうことの中ではですね、費用対効果などということについても、やはり予算論議の中では必要だったということで、このことについては、1年間ということの中で、松阪市にはですね、2つの図書館があるということの中では、その利点を生かすということの中で、その費用対効果なども含めましてですね、その仮設部分につきましては、図書館をにつきまして、松阪図書館の部分をですね、嬉野図書館の方で、させていただきたいというふうに考えております。おかげさまでですね、嬉野図書館の方につきましても、その新館図書等の増設、増刷というようなことで充実を図っておりまして、そのコントにつきましても、現在では入館数もかなり増えております。
それから貸し出し冊数につきましても相当増えておる状況でございまして、新刊の部分につきましても通常よりも5割以上、増刷して対応しているような状況でございますので、ご理解いただきたいというふうに思います。会場議員、まずね、学習スペースをね、松江小学校とね、従来予定してなかった、松坂公民館の1階の方でも対応するということ、これはいいことですよ。だけれども、後の方でも質問考えておりましたけれども、そこには人っていうのを配置するんですか、図書館の職員を。松野生教育委員会事務局長。はい、指定管理先のですね、から派遣をいただきまして、市を配置する予定でございます。衆議院。つまりですね、つまり人と場所があればですね、本の貸し出し返却はできるんですよ。学習、中学高校生学習のことをよく言わ、市長なんかもその考え方よく言われているようですけれども、本来の図書館業務っていうことを代替サービスとしては考えるべきではないかと思います。つまりそこにですね、図書館司書を派遣するということは、その方は本来図書館業務に就くべき方なんですよね。ということは、あとそこにですね、インターネットさえ接続されていればですね、そこでコンピューターパソコンが1台あればですね、嬉野図書館の本をそこで予約できるし、嬉野の図書館から本を、例えばその日には無理でも翌日以降ですね、その松江小学校ないしは松坂公民館で受け取ることができるし、返却することができるんですよ。そうすると、先ほどね、嬉野図書館の貸し出しが新刊に至っては 50% 伸びたっていうけども、それは車で来れる人でしょ。車で来れないような方の場合は松坂公民館とか松江小学校ってありがたいと思うんですね。その人たち、仮にインターネットが使えないような年齢の方でも、そこに職員とパソコンと場所があればアシストしていただけるから、本の貸し返却できる。それを代替サービスとして約束していたことからでもあるわけですから、それは実現可能ですけど、なぜそれはしようとしないですか。松野生教育委員会事務局長。まずですね、できるかできないかということにつきましてですけれども、その、物理的なこととしては、できるんだろうとは思いますけれども、その部分につきましてはですね、当然その、IC タグの貼り付け作業というのもございます。当然司書の方はですね、そこに貼り付いておるだけではございません。実はですね、そのいわゆる IC タグ、全部でですけれども、39万冊ほどございます。で、特に松坂公民館の部分、松坂図書館の部分につきましては、26万冊ございますので、これはかなりの作業でございます。ですから、その作業を持ちながら、それぞれ の、松江小学校なり、その、松坂公民館の方についていただきますので、どちらかというと、そちらを中心にやっていただくということがございます。その中でですね、先ほど言いました、システムの、部分を、整備しなくてはならないと。それからまた当然配送等のことにつきましても人的、な部分がございますので、そういう意味からいきますと、そこまでできるかというとなかなか難しい問題もございますので、そこについては基本的な考え方の中で、まさか図書館から、先ほどのいろんな問題はあろうかと思いますけれども、嬉野図書館を充実する中で対応していきたいというふうに考えているところでございます。衆議院、前提が違うんですよね。その嬉野図書館で対応って後から決まった話だけれども、最初代替サービスを教育委員会も実施するって決めてた時点でも、嬉野図書館は現にそこに存在していたわけで、後から嬉野図書館ができたわけじゃないんですよ。だから最初から嬉野図書館では、代替機能にはなの一部にはなってもなり得ないから、仮設図書館ということを教育委員会も去年の4月15日までは提案しとったわけですよ。で、単にこれ議員の議論じゃなくて教育委員会の正式な文書ですよ。教育委員会はそのようにしますって出してきた文書ですよ。なぜそれが消えていったかということで、その話に戻りますけれども、さっきちょっと言っときますけど、さっきの IC タグの作業が中心だからそれは言い訳に過ぎない。最初それも含めた上で
受け取りポイントですよね、図書庫の本の貸し出しをできる場所を確保するということが、これが約束だったわけですから、当然それを約束書を実現しようと思ったら、人の手当は必要になる、それは多少経費が膨らんでもやむを得ない措置でしょう。競争入札で工事費が 80% に落ち着いたんだから、結構 2割も予定価格より削減されてるんですからね、そういう経費ぐらい出るはずですよ。そして代替サービスじゃなく仮設図書館が経費の問題があってできないとおっしゃったけれども、私が聞いたのは1500万ですけども、1200万円とおっしゃいましたよね。1年間で終わるサービスを1200万円かけるのはもったいないってことですね。そのように聞こえましたよ。1年間で終わるから1200万円かけることはできない。じゃあ前のですね、市長提案にあった会場アクセスのバス、無料バス、松坂から渚町まで半年間ですよ、あれ1500万円の予算ついてました、議会は否決しましたけれども、あれが無駄でなくって、これが無駄だっていうんですか。これの方が利用者多いと思いますよ、あのバスの利用者よりも。どうですか、1年間仮設図書館を1200万円で儲けることは無駄だという認識ですか。松永政教育委員会事務局長。今回のこの、すみません、このことがですね、無駄とかそういう問題ではなくてですね、この部分につきましてはですね、会場アクセスの部分とは若干違うと思います。今回のこの松坂図書館の件につきましてはですね、松坂市に2つの大きな図書館があるということです。その利点を生かすということが、効率的に行えるということをで選択をさせていただいたということでございますので、ご理解いただきたいと思います。会場議員、2つの図書館があるということを前提にこちらも話しています。その上で代替サービスは必要だという教育委員会は認識を示していた。なぜその認識がそのようにあったのに、それがいつの間にか議会とも話をしていたこと、議会にもこうして度重なる議論を1年間もしている間残っていたということは、その場限りの思いつきで提案されていたことではなく、それが教育委員会として必要だと認識していたから議会に提出していたんだと思いますよ。その当時、教育委員会はその必要性を認識していたんじゃないですか。仮設図書館ないしはプラスその、どっかでそのなんていうんですか、返却できるとか借り受けをできるところ、場所を確保すること、当然経費がかさむこと、嬉野図書館もあるってことを分かっててやろうとしていたのに、なぜそれが消えたのかってことですよ。松永政教育委員会事務局長。はい、これ何度申し上げますけれども、当然それについては当然そういう認識のもと検討していくということで、特別委員会でも当初から話はしておりました。ここのソフト面のところにつきましてはですね、そういう形では考えておりましたですけれども、やはり予算等を考える中でですね、いろいろ議論した中でですね、それはそういうやり方もありますけれども、教育委員会といたしましては、やはり先ほどの利点を生かすということで、それを選択させていただいたということでございます。会場議員。あれは教育委員会として検討するということを書いた内容ですか。このように、書いてありますよ。改修計画について設計業務委託を発注するにあたり、次の改修計画書で営前課へ依頼しますって書いてあるんです。教育委員会ってこれは最終案なんですよ。で、議会もそれを承認したんですよ。単なる議論の中でできた、これから検討してきますっていうレベルじゃないんですよ。それがなぜ消えたのか、教育委員会が辞めたのか、市長が査定でダメだと言ったのか、教育委員会が市長の意向を忖度したのか、どれですか。松永政教育委員会事務局長。どこで決めたかなということになりますと、予算査定の中で、これは教育委員会での当然、査定もございや教育長査定ともございますので、それは教育委員会の中でまずそこで仮説については取りやめるという方向でございます。そしてまた、その議会での議論ということもございましたですけれども、ただこれは先ほど申しましたように、予算論議の中で決めてきたということがございますので、その特別委員会にですね、そのことを申し上げてなかったということはございます。その件につき
きましてはですね、今考えてみますと、最終の第14回の特委には、そういう報告、議決前、議運の前でございましたので、そのことを申し上げることはできなかったと思いますけれども、その方向性については報告できたものと思われますので、その点は反省するところでございます。会長議員、もしかしてね、私がね、すべて委員を終えた後傍聴していたわけではないので、聞き逃した部分があったのかもしれないと思ったけれども、確かに報告を特別委員会に、そのように方向性を変えたにもかかわらず、図書館改革の特別委員会には一切報告をしなかったんですね。松野政教育委員会事務局長。はい、予算論議の途中であったということもございますけれども、最終の1月の31日もございましたですけど、その段階でも報告はしておりません。会長議員、非常にいい加減な話だと思います。私は冒頭、信頼関係を築いてきたと言いました。情報共有しながら、図書館改革、これからの在り方について、議会と執行部の側が真摯に協議をしてきた事柄だと考えております。それを一方的に行政が単に一回こっきり検討しますっていうレベルではなくって、1年以上にわたって度重なって文書として示してきたことを破棄するにあたってね、報告しなかった。じゃあ次の質問に至ります。いきます。移動図書館についてもですね、これはね、実は指定管理者の問題なんですけどね、指定管理者を募集するにあたってね、平成27年7月に募集要項を定めて、選考基準も作って、そこで選考、配点、点数、そこを設けてね、指定管理者の側から閉館中にどのような代替サービスを実施しますかということも提案を求めてるわけですよ。だから行政として対外的に発信した文書なんですよ、募集要項なんですよ。だから当然、応募者はそれに基づいて応募するし、このようなことをします、提案します、だから提案に入ってるわけですよ。おいで、審査選考会ですね、公開されてましたので傍聴に行きました。これは平成、竹上市長が就任間もない平成27年10月10日だったかな、頃だったと記憶しておりますけれども、傍聴に行きました。そこでプレゼンされてました。プレゼンされていたのがね、このようなイメージです。ちょっと消火カメラ使います。はい、ちょっと小さいままですけれども、上のカウンターで、対応している写真というのは予約本の受け取りコーナーというイメージだと思います。こういったことをね、実施するっていう方向を TRC 指定管理者の側は提案しています。そして審査会もね、審査委員の皆さんもここの提案に対して高く評価されてるから、この TRC が選ばれたわけでしょ。それで最後に、この時間を押してくるのでまとめて言いますけれども、移動図書館という提案に関してはですね、最後に選考会の最後に村林守選考委員長が特に意見をつけてます。できるだけ早期に実施するよう求める声が強く、村林委員長はですね、竹上市長に提出した選定結果についてとする文書でも特に早期に実施を求めたいとする意見を添えておきますということを村林委員長はその選考委員会の最後に発言されています。それほどこの移動図書館というものも重いものなんですよ。まず行政がですね、行政が約束を破ってるんですよ。指定管理者の側が約束を破ったんじゃなくて、行政がこのようにしてくれますか、どんなふうなサービスをしてくれますかっていう求めがあったから指定管理者の側が提案をした。ほんならその移動図書館というサービスは大変いいことですね、これはぜひ委員長としても早くやってほしいので、そのことを竹上市長にも伝えますってことも村林委員長が言われていると。それも結果として実現しなかった。それの実現しなかった、それに関してもですね、これはね、私西口真理議員からノートを見せてもらったことですけれども、もう私は委員が降りてたんで、平成27年12月18日付の彼女のノート中にこうやって書いてあります。改修工事期間中は市内のどこかで予約本の受け取り業務、
飯南飯高配本業務を行う、メモに書いてある。つまりこれは移動図書館という意味ですよ。指定管理者の選定が終わったのが平成27年10月で、これは平成27年12月で、先ほどの最終文書は冒頭の平成28年4月18日。これだけ長い経過をたどって真摯に、閉館中の図書館業務のあり方について、行政も指定管理者も、また指定管理者を選んだ人たちも考えていたわけですよ。それを自分たちの単に予算編成こそ一番大事じゃないですか。その中で勝手に消えていく、消えた結果をもうお知らせすることもできませんでした。その民主主義は何ですか。反省しますって済む問題じゃない。市民が怒ってますよ。当たり前のサービスが実施されなかった、そのことに対して本当に強く抗議したいし、それでですね、まずそこまで短い答弁をお願いします。松村政教育委員会事務局長。今の、ご質問は、移動図書館の件でございます。移動図書館については、その提案の中ではですね、平成30年ということで、提案もいただいておるところでございます。議員のおっしゃるところにつきましては、その前倒しの部分もということだろうと思っております。その中ではですね、今回はその移動図書館の前倒しということも、検討をさせていただいたところでもございます。そのことにつきましてもですね、予算作成の途中でございますけれども、その作業の中でですね、移動図書館については、その車両の購入、それから運転手、それから秘書の人件費などを考えますと、その、導入運用経費を考えますと、約これも2100万ほどかかります。そういう意味では費用対効果も考えさせていただいたところでございます。そしてまたですね、その移動図書館のことにつきましては、全国的な傾向を見てみますと、これについても、縮小傾向にあるのも事実でございます。一方ですね、IoT の社会への対応というのも今後考えていく必要もございますので、この移動図書館そのものがいいのかということも改めて、他の手法も含めてですね、検討する時期に来ているんだということも含めましてですね、それを、実際には平成30年でございますけれども、今再検討しているところでございます。衆議院。先ほどの審査委員長の意見というのは、できるだけ前倒して早くするように、それはすなわち工事閉館中のことを指しているわけですよ。平成30年のことを言っているわけじゃない。で、当然先ほどから言っているけれども、当然工事で閉館するときはそれなり のコストはかかるもんですよ。それに代わりのことをしなければならないわけですから、そのコストがかかるということは今回やめた理由にはならない。最初から分かっていることなんですよね。はい、時間もございませんので次のことに行きますけれども、まずですね、それから最後に松江小学校とかですね、松田公民館で夏休みということから対応があるわけですから、今一度これを学習だけではなくて図書館業務っていう、これ経費さほどかかりませんよ。移動バスはそれでかかる、仮設図書館は1000何百万かかるということですけど、そこに職員の方が少し一人でも余分についてですね、予約本を受け取れる、例えば自宅でインターネットを使った受け取りでも構わないし、自宅でインターネットを使えない人のためにそこでパソコンを設置してすぐ対応できることじゃない、それすらする考えないですか。教育委員会事務局長。はい、その件につきましてもですね、システムの問題も、予約でインターネットできるシステムの中身もございます。そして、配送の先ほどの人的な問題があったりとかですね、その部分で、貸し出しについてはそのシステムがいるというようなこともあって、複雑なこともございますので、例えば返却というようなことについてはできる部分もあるかも分かりませんので、その部分については文字どお考えられるところについては考えていきたいと思いますけれど、この場でそのできるできないという話にはちょっとならないということでご理解いただきたいというふうに思います。衆議院。はい、ですね、引き続きこの問題はご検討願いたいと思います。次に2番目にですね、松坂公民館の移転をもたらした市福祉会館の移転についてです。時間があんまりございませんから端的にいきたいと思います。今年のね、3月の、環境福祉委員会
の方を傍聴しておりましたらですね、西口議員と園部当時 の部長、担当部長ですね、質疑がありました。で、私も院外議員として発言しましたけれども、福祉会館の移転ということはね、社会福祉協議会がそこにあるからなんだと。社会福祉協議会が市役所の近くにある必要があるので、遠くへ行けない、松阪公民館へに移転する必要があるんだと、そのようなことをおっしゃっていたわけなんですけど、その通り今でも状況は変わりないでしょうか。片岡福祉担当理事。会場議員の方から、福祉会館がですね、近いところに、社会福祉協議会が必要だという、ご質問をいただきました。私どものですね、福祉会館につきましてはですね、社会福祉協議会とは社会福祉事業等で両輪という関係で当然密接な関係はございますが、全体的にですね、今現状を申しますとですね、福祉会館につきましてはですね、社会福祉の拠点として地域福祉活動を担う、これ松阪市協議会をはじめですね、ボランティア、松阪市ボランティアセンター、保護司会、それから心配事相談、法律相談、これ1054回で約7976名、まだ松阪市母子家父福祉会、松阪市身体障害者福祉協会、松阪市視覚障害者協会、老和福祉協会、等のですね、会、それから、まだボランティアとしてですね、ボランティア団体としましてですね、いろんな活動をしておりまして、合計1621回、1万5400人、福祉会館を利用していただいております。その中でですね、社会福祉協議会につきましてもですね、この事業については非常に密接な関係はございますが、全体的な部分として、市の、活動とですね、福祉事務所が必要だということで、近いところに決定しているというところでございます。以上です。勧誘議員。なんでね、3月と今とで答弁が違ってくるんでしょうね。社会福祉協議会はどこへ移転するんですか。片岡、よろしいですか。福祉担当理事、ごめんなさい。社会福祉協議会はですね、現在、私ども の福祉会館の方の移転先を松阪公民館土地、これは示させていただいているわけですけれども、社会福祉協議会は現在の福祉会館、福祉会館の中で、松阪公民館に移転を予定しております。衆議院。社会福祉協議会が今年4月17日に1000坪に土地買ってるじゃないですか、鎌田町の丸見製菓に。あれはどういうことですか。あそこ移転しないんですか。片岡福祉担当理事。社会福祉協議会につきましてはですね、公益事業の部分とですね、収益事業、この部分がございましてですね、基本的に移転、今回の松阪公民館等については、公益事業部分について、移転ということを計画しております。以上です。衆議院。1000坪っていう土地、分かりますか、どの程度か。今の健康センターのハルルの面積でも大きいし、今の福祉会館の 3.2 倍あるんですよ。公益部門、収益部門と分けずに一緒に行ったらいいじゃないですか、そっちへ。なんで公益部門と収益部門を分ける必要があるんですか。片岡福祉担当理事。会場議員から公益部門、収益部門一緒というお話がございました。私どもですね、社会に関しては社会福祉協会のですね、生活の貸付事業とかですね、そういう部分についてですね、市とも非常に連携がございます。そういう部分 で、はい、させていただいています。会場議員。社協のそういう担当のブースを市役所1階に作ったらいいじゃないですか。第三銀行だって出張所持ってる、社協別のカウンター持ってませんか。それすれば対応できるし、年間それってね、申し込み件数って4、500件でしょう。
それで再実施実績というのは数十件ですよ。そのために、公民館に残っている必要があるんですか。今度の蒲田の移転先って蒲田の踏切のアンダーパスできたから市役所まで車だったら1分か2分ですよ。そんな便利なところにできている。松坂公民館駐車場、まあ、福祉会館取り壊して作るかもしれないけど、あんな狭いところに入っていくよりもずっと楽じゃないですか。自転車でだっていいじゃないですか。車のない人は近いですよ。それとね、近くないといけないいけないって言ってるけど、伊勢の社協どこにありますか。片岡福祉担当理事。申し訳ございません、存じ上げておりません。まあ、伊勢市はね、御園村と合併している旧御園村役場に社会福祉協議会があるんですよ。で、伊勢の市役所は下空の前ですよね。かなりの距離あります。松坂市は別に松坂公民館であろうと蒲田の旧丸二製菓市場であろうとですね、本当に自転車でも本当に数分ですよ。なんでそこに、公益部門と収益部門が一本化できないんですか。それとね、土地の取得ね、これいくらで購入したか私は分かりません。これって明らかにしてないけれど、これは民間団体だから明らかにする必要ないんですか。合わせてお答えください。片岡福祉担当理事。清水村社会福祉法人でございますので、その部分については、私の方から答弁を控えさせていただきます。海獣議員。毎年松坂市からいくら補助金出してる。2億2000万円出してるんですよ。経常経費に対する補助ですよ。だから社協は今9億円近い基金持ってます。施設整備基金持ってますよね。なぜかっていうと福祉会館が将来どうなるか分かんないし、やっぱりもう明日から、例えば公民館のように明日から移転になってしまって自分のとこ行くとこないなくなったら困るから、早くから基金を作って毎年3000万でも5000万円でもお金を貯めてきたわけじゃないですか。その結果10億円ぐらいある。別の基金の人は分かんないけど、これも7億円ある。合わせて十数億基金持ってるんですよ。貯金持ってるんですよね。十分に今回、例えば蒲田製菓の坪単価知らないけれども1000坪ですよね。坪10万円としても十分に買うことができる。こういうふうに用意してきてる。松阪市のね、全く お金が入っていない民間、準民間団体だったらいいけれども、それと事業に対する補助だったらまだいいけれども、ほとんど市民病院と同じぐらいのレベルですよ。おそらく経常経費の補助だから人件費も出てるんじゃないですか。だからそういう補助があるから積み立てもできるし、用地取得もできるわけじゃないですか。その点を踏まえて責任あるご答弁を求めます。滝上市長。まずですね、社会福祉協議会には公益部門と収益部門があるということは議員もご存知かと思います。それで、今回の議論をさせていただいているのは公益部門の方ですよね。で、収益部門のところは私も思いますけれども、いわゆる福祉会館、先ほどまあ議員いろいろ答弁を止められながらおっしゃいましたけれども、さまざまなですね、本当に各種団体が利用しているのが福祉会館なんです。でそこにはですね、障害者の方々の団体もあるし、もちろんこの社会福祉協議会もございますし、さらにはですね、母子家父の福祉会であるとか、本当にですね、松阪市の福祉のいわゆる拠点施設ですよ。でその中でそこを訪れる方々が、どうしてもですね、市役所の福祉部門と連携をやっぱりしていかなくちゃならんのです。でそうしたときに、福祉会館が市役所にですね、やはり、近いところにあるっていうのはですね、これは私どもは必要なことだという判断に立っております。それを、そこに収益部門の方でですね、福祉会館を買ったんだからそこへ勝手に入っていけっていう理論ではやっぱりございません。あくまでもその
公益部門については福祉会館というふうな形で、どこのですね市や町にも福祉会館はやっぱりあります。乱暴にですね福祉会館いらないと、そういう議論ではやっぱりないというふうに私どもは考えておりますので、その点はご理解をいただきたいと思います。衆議院、ほとんどね、いろんな団体っておっしゃるけれども、どれだけ利用されてるか、年間年間なんとおっしゃったけど、1日あたりにすると、5、6件団体が会議等に使われる。その中には行政系の団体も多いし、それから社会福祉協議会直系の団体も多いと。でその人たちは、その団体が今度公民館の1階に利用する場所が提供されるということなんですけれども、おそらく十分に蒲田の方に場所が変わったとしても対応可能だと思います。でその団体は必ずしも公益部門なのか、収益部門としての社協の関わり、業務の関わりの中で地域福祉という部分で、ね、関わっていらっしゃる方も多いかもしれません。そうなってくると公益部門と収益部門という形で分けるのは不合理であるし、何ら蒲田の方に、移転されても不合理性、不便はない。先ほどの伊勢の例も言いましたけれども、そのように離れたところであっても社会福祉協議会というのは立派に活動されている。松坂だけが分離されたら活動できないという理由にはならないと思います。後からですね、たくさんおそらく松坂公民館社協のその公益部門っていうだけ、事務所だけっていうことになりますとですね、松坂公民館が多分ガラガラっていうことになると思います。そうなってくるとマームに移転を迫られてしまった文化グループの皆さんが、これはどういうことやということになるかもしれない。だからぞろぞろとたくさんいろんな今の福祉会館の利用団体でないところも公民館に事務所を提供を受けるという、そういう状態も今検討されているそうですけれども、松坂公民館の利用者には移転してもらうことに支障がなくって、福祉会館の利用者にはほにアンダーパスでもつながった近くにある蒲田、本当に市役所から、何百メートルですか、本当に近くですよ、行くことに対しては支障がある。その理屈っていうのが本当に自分たちの都合を説明するための道具として、本当に方便として使い分けているのが今の姿勢であろうと、そういうふうに思わざるを得ないです。最後3点目の質問に行きます。答弁求めてないですけど、意見述べただけです。はい、3つ目の質問です。豪商の町松坂中心市街地土地利用計画に対する評価についてでございます。これ私たちですね、グループさつきの方で計画作成費が上がってきた段階からいろいろ議論をし、平成28年当初でこの見積もり根拠がないから全額削除を求める修正案も出しました。そして想定立てました。行政の側が考え方ほとんど具体的に成り立ってないのに、何をすべきか分かってないのに、施策の整理を町内で行うべきであるのにそれもせずに業務委託、いわば丸投げに近い状態で出してしまった。で検討過程すべて、資料もすべて非公開としてきた。その結果出てきたのが、プロセス抜きで公表されたのが元通りの根垣記念館の移転に伴う旧宅の移転、そして福祉会館の移転に伴う松坂公民館の移転、公共施設の移転廃止ばっかりです。その間当事者からの聞き取りや説明責任がないばかりか、その必要性や効果、根拠すら十分に検証されたかどうかすら疑わしい内容が目立ちます。ここで改めて私が整理させていただきますと、行政主導の内部調整型の決定方式がこの特徴の中にあったと考えます。おそらく非公開であって、その中にいらっしゃった検討委員の皆さんもある意味犠牲者かもしれません。
6月、9月、10月、11月の4回か5回ぐらいの検討会、そこで配布されている資料も全部回収ですよね。おそらくその間に、行政が内部調整でいろいろ物事を決めてくるので、おそらくそこに出席なさっている8人9人ぐらいの学識経験者等々もそのペースの中でやっぱり反論とかなかなかできにくい環境もあったんだろうと思います。十分な議論できる環境ではそこにはなかった。そこで、まあ、具体的にちょっとお尋ねしたいんですけれどもね、内部調整型ということを私は考えます。そういう評価の仕方を私はしましたが、市長どう思うかとお尋ねしたいんですけれども、なぜ内部調整型、トップシークレットの行政主導の内部調整型。7月27日去年の市長副市長担当者の打ち合わせがあったと。そこで松坂公民館をマームに持っていくということを決めたと聞いております。方向性を決めたのかな。そして10月19日に松坂公民館や福祉会館の意向を聞き取った。で、10月28日の再び市長副市長と協議。だいたいこの流れの中で松坂公民館のマーム移転が決まった。すべてトップシークレットで行われてきた協議。果たしてこれがこのようなトップシークレットの協議で進めてこなければならないようなことだったのでしょうか。少なくともですね、こういう慌ただしいスケジュールではあるけれども、そのプロセスの中で市民の意向というのを聞くっていう作業はなぜなかったのか、そのことを全く考える必要はないと市長は考えていらっしゃったのでしょうか。お答えいただきたいと思います。市長、はい、まず内部調整型のことで、まあ、密室で決められたというふうな、まあ、実は言われてなかったですね、まあ、そういう言いましたですか、はい、ことでございますけれども、まずもってですね、土地利用計画っていうものの生活事情の話からさせていただくのではなりません。この土地利用計画については、まあ、委員の皆様方のご指摘もあって、いわゆる民有地を含めた種地というふうなことを出す中で、総合的に検討していくっていうのが土地利用計画と言われるものでございました。でその中にはですね、我々の公共地だけであるならばそれは公の公開の中でももちろんできたはずです。しかしながらですね、今回の土地利用計画というのは我々の大きな試みであったと思います。と言いますのは、まあ、何回も私これ説明しますけれども、私が市長就任当時にですね、各部局はですね、本当に各部局で、まあ、言い方はあれですが勝手な話でですね、各々が建て替えだと、福祉会館のエレベーターが止まるから福祉会館建て替えなくちゃならんと、公民館の耐震が何ともならんと、やり直さにならん、観光交流施設建てるかどうか、まあ、さまざまなことがですね、各部局ごとに言うわけです。じゃそうじゃダメだと、一度立ち止まって、総合的なまちづくりっていうのをきちんとしようじゃないか。でそのためにですね、学士課の皆さんも招聘して、そして検討委員会もやっていただき、その中でですね、検討してきたものがこの土地利用です。で、もちろんですね、民地を含んだ議論をするわけでございますから、公に公開してということはできません。議員のご指摘いただいているところは、私はそれは当たらないというふうに思っております。でさらに先ほどのことについても少し私は答弁をさせていただきたいと思います。社協のですね、いわゆる収益部門の部分がご自分のところの意思でどこ行くかはですね、それは社協の収益部分の勝手な話です。そうではないということなんです。我々はこの限られた土地の中で、公民館、松坂公民館はまあ中央公民館という位置づけですね。そして、片や福祉会館、どちらもですね、駐車場不足、老朽化、そういった中で、どうするんだという議論です。でその中でどちらを選ぶかといえば、やはりですね、福祉会館がこの市役所に隣接するところにあるべきだろうと
というふうな選択をした。またそれに向けて総合的にですね、さまざまな部局がさまざまな形で検討していった、これが今回の土地利用計画でございます。その点については誤解なきようよろしくお願いを申し上げます。海上議員。はい、収益部門の勝手な話とおっしゃったけれども、じゃあマームだってどうなるんですか。民間ですから勝手にもうやめますってことになるかもしれません。その契約をねやめるっていうことになるかもしれません。そういうことも起きうるってことです。一つもう時間がないんですけれども、市民の意見をなぜその過程の中で聞かなかったか端的にお答えください。この計画を発表した後ですね、パブリックコメント、そしてまた説明会、さまざまな形で市民の皆様方からご意見をお聞きする機会をさせていただいております。以上です。